ソフマップ LINE ライブ。さあ、ということで今回も始まりましたソフマップライブがお送りするソフマップ LINE ライブ。本日もですね、司会を務めさせていただきますソフマップのオリジナルキャラクターマップタマです。よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、このソフマップ LINE ライブはこれまでのソフマップライブに出演していただいたアーティストの中から今一番の注目の一組をゲストに迎えて、その魅力をたっぷりにお届けする1時間のトーク番組となっております。さあ、ということでございまして、今回はですね、2回目の登場ということで、サンダルテレフォンの皆さんにお越しいただきました。はい、どうも。音楽で世界を笑わせたい、泣かせたい、踊らせたい、私たちサンダルテレフォンです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも。小町舞です。藤井理香です。西脇茜です。はい、今日はね、なんと2回目ということで、はい、前回ね、出させてもらったので、はい、さらに今日はもっと私たちのことを知れるんじゃないかなっていう企画がいっぱいあるので、たくさんの人にサンダルテレフォンのこと知っていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、コメントもたくさん来てますよ。おもうすでに800人の方が見ていただいてます。ありがとうございます。サンダルテレフォンさん、ちょっと挨拶がめっちゃ上手になってるじゃない。なんかすごい挨拶になってましたね。いや、リリーメイ期間だったので、いっぱい自己紹介考えて上手になったのかな。なるほどね。はい、はい、ということでございます。さあ、このね、ソフマップラインライブはですね、なんと今回ですね、いろいろシステムがございまして、皆さんコメントもね、随時募集しておりますので、皆さんもね、タブレット持ってますか。持ってますね。そちらの方で気になったコメントなど拾ってね、読んでいっていただきたいと思います。はい、そしてね、この LINE ライブにはですね、応援ポイントというシステムがございます。この応援ポイントというシステム、皆さんちょっと右側にプレゼントボタンがございます。はい、これ押していただきましたら、はい、応援ポイントでね、皆さん応援することができます。この応援ポイントの累計の多かった上位3組に、なんと今回はサンダルテレフォンのサイン入りのチェキプレゼント。さあ、ということで番組後半にて締め切りさせていただきたいと思いますので、皆さんぜひぜひ参加していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでございまして、ちょっとね、そのパネルも気になってるんですが、サンダルテレフォン宣伝活動中ということで、はい、皆さん名札もちゃんとつけてますね。今日はいいですね。見えますか。はい、ちょっと今回はね、皆さんのちょっとね、サンダルテレフォンを覚えていただこうということで、はい、はい、皆さんぜひ今日でね、気になった方はチェックしていただく。すごい、4000突破、1200、ありがとうございます。よっしゃ、行くぞ。コメントたくさん来ておりますよ。ありがとうございます。頑張って。はい、今日はもうだから1時間トークできますんで、このちょっとサンダルテレフォンの初の縦配信ですよ。どうですか、縦大丈夫、かわいいですか。いいですね、頑張って、みんなかわいいできてます。あ、よかった、ありがとう。はい、ありがとうございます。さあ、ということでございましてね、たくさんの方が見ていただいているんで、今回はちょっとサンダルテレフォンさんの魅力をお伝えしたいんですよ。皆さんに知っていただきたいんで、今回はこんな企画を用意させていただきました。題して、サンダルテレフォン活動年表赤裸々トーク。さあ、ということでございまして、こちらですね、今からですね、ボードが実はございます。サンダルテレフォンさんのちょっとね、年表を用意させていただきましたんで、出していただきましょう。ドーン、ちょっと見えるかな。ものすごいちっちゃいシステムですけど、見えないね。ちょっとアップでいける。ちょっと前に出てきて、前に出てきて、ちょっとさ、見える。絶対見えないわこれ。はい、全然見えない、全く見えない。ちょっと前に出て、こういうの書いてあるよっていうの最初。はい、はい、あ、群長さんがバラ送っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すいませんね、ちょっと、はい、すごいちっちゃいね、これね。ちょっと皆さん、スクショ機能とかあるんで、スクショしていただいて。いいです。でね、ちょっと一応ね、まあこれ、書いてあることをなぞっていこうと思いますんで、じゃあ、お戻りいただきて。はい。さあ、じゃあ、まず一番上のところからいきましょうか。はい。はい。ちょっと読んでいただきたいと思います。はい。2019年4月21日、はいはい、単独公演「ならない電話」新宿サムライにてライブデビューです。おいしい。これだからサンダルテレフォンさん、デビューし
してまだ1年ちょい。そうですね。なんですよね。はい。1年ちょいであのクオリティの挨拶ができるという。挨拶。ちょっと期待かな。ステージかな。いやステージもちろんですよ。もちろんステージでございますけども、これちょっと皆さん聞きたいんですけど、はい、あのこの4人が初めて顔合わせした時ってどんな感じなんですか。どこだったの。どこだったかも。レッスン場じゃない？レッスン場？レッスンの、うん、私とお姉ちゃんが多分ライブ帰りとかでそのまま合流してレッスンとかだった気がします。うん、それちょっとお互いのさそれぞれの印象みたいな。で今で今だから言えるみたいな。今だから言える。そう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 、そういうのちょっと教えてほしいんですけど。でもあの私、うん、あのライブの後に会うっていうの分かってて。はいはい、であのアイドルあのライブのって汗かくじゃないですか、はい、だけど2人は汗もかいてなくて肌も綺麗でえライブ後でこんな可愛いんだと思って私はまずそれにびっくりしました。準備したよね。ちょっと全然違うじゃんみたいなあの私とまいちゃんはもう初めてね、うん、メンバー新しいメンバーになってから、はい、もうちょっとでも可愛い姿を化粧直して2人で一生懸命髪とメイク直して準備してたの。あ、そういう準備を実はしてたということですね。え、でもドキドキしないですか、初めて会った時。ドキドキした。下めっちゃした。どっちも。え、なんか正直なかった。なんかちょっと今だから言えるけど最初この子感じ悪かったよみたいな。えぇ、現在進行形はちょっとダメ。現在進行形あるの？やめてそれ。あったとしても言わないでそれは。はい。なんかそれぞれさ、例えばあの最初の印象と今の印象で変わったところとか。ああ、なるほど。そうですかね。でも私アカネは本当にもっとふわふわふわってしてる子だと思ってたので、あの仲良くなったら意外となんだろう。ちゃんと喋れる子でびっくりしました。お姉さんですね。あかねちゃんはね、あのこの前もね、この前のトフマップラインライブの時もね、ちょっと独特の時間が流れてた感じをしましたけども。あれ、そんなことないですよ。あ、ほら一番しっかりしてる。自分で言うことって大体怪しいですよね。あ、そうですか。そしてもう8月には、はい、なんとあの有名なティフにもう出たんですね。はい、はい、しました。いきなりティフってすごくない？すごい、もう、うん、この日のために頑張ったね、はい、ね、すごい頑張りました、うん、すごい頑張った。どのくらい頑張ったんですか？ちょっと詳しく教えて。どのくらい？ティフに向けて、はい、4月から4ヶ月も、はい、そうだね、すべてを、はい、ティフに向けて頑張ります。もうデビューからもティフに向けて、はい、あ、これでもデビューの時にティフに出るっていうのは決まってた。そうですね、言われてました。おうおうおう、なるほどなるほど。うんうん、でもうその日に向けてみんなでこの日に見つかるぞみたいな感じで、はい、もうそのティフに向けてもうデビューからちょこちょこ、はい、あ、なるほど。もうだからずっとデビューからここにありました、ティフっていう。あ、ティフっていうのが、ものがちゃんとあったので見つかったのかな、果たして。いやちょっとじゃあ皆さん一回目つぶっていただいて、はい、あのティフで自信満々で私的には合格点でできたよっていう人は手を挙げてください。いきますよ、せーの。ありがとうございます。どうぞ。ということでね、ありがとうございます。ね、皆さんぜひ後でアーカイブで見てください。はい、びっくりしました。びっくりしました。放送事故かと思いました。はい、何も動いてませんでした。でもいいね、向上心があるね。そうですね、やっぱりまだ満足してないと、うん、自分たちは。はい、さあそしてその次9月20日ですね。はい、はい、こちら9月20日、うん、ファーストシングル、はい、ガラスの匂いリリース。あー、いいですね。ようやくはい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 、ファーストシングルが発売。そっか、だからファーストシングルが夏に出して、だから今まるまるこう1周年経って、ね、夏のイメージが結構ね。あー、うん、もうなんか会場限定でね、はい、初めてが発売したんですけど、はいはいはい、憧れだったからね、1位はね。嬉しかったでしょ、やっぱり。嬉しかったですよ。はいはいはい、どうでした、自分たちの最初こうジャケットとか、うん、そのね、番号見た時っていうのは。いやー、うん、なんです、なんか結構 おしゃれに作ってもらってて、うん、はいはいはい、最初的になんか会場限定だからって聞いてたから、うん、はいはい、なんかちょっとこんなおしゃれに作ってもらえると思ってなくて、うん、あ、ちゃんとした CD じゃん。びっくりした。手作りのやつじゃなかった。手作りじゃなかった。違った。うん、
それは嬉しいね。でも初の新曲がいきなり名曲できてますよ。おお、嬉しい。嬉しいね。あ、初見ですって方もたくさん来てます。すごいですよ、もう2300人突破、たくさんの方が見てくださっております。さあ、そしてこれちょっと気になるんですよ。2019年の12月13日、はい、あ、神奈川県警詐欺撲滅キャンペーン参加防犯大使に任命です。防犯大使に任命したんですか、はい、実はちょっとこっそりそんなこともやってました。めっちゃ面白いことやってるじゃないですか。あんまり公言してなかったから、ちょっとあの防犯大使のお仕事ってどんな感じなんですか。何ですかね、はい、ここ重要よ、ここ言えないと。え、これはその、はい、サンダルテレフォンなんで、はいはい、あのテレフォンじゃないですか。あ、なるほど。そうなんです、うん、オレオレ詐欺とかあると思うんですけど、はいはいはい、そういうのはやっぱり家族と、うん、その電話の時に、うん、その心でつながってるんで、はい、あの家族とはそういう詐欺の人には騙されないようにというのはね。そうです、そうです、ちょっとなんか悔しいぐらいちゃんとした答えがやった。あ、いいですね、でもね、やりました。はい、そして今年になります。はい、今年の1月26日に、うん、セカンドシングル、はい、はい、ここだ。1月の26日に、うん、セカンドシングルマジックオールナイトリリースです。はい、いいですね、これも、はい、順調にセカンドシングルを出させていただいて、はい、はい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 、そう、マジックオールナイトはどうです、どうでしたか。こちらもね、CD 凝ってましたね。CD 凝ってた。言い方、言い方よ。あれなんだっけ、あの CD がなんかちょっとミラーボールチックに感じで円形なので、ほう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 、それがすごい私はわーおしゃれって感じしました。今のおしゃれの言い方、感情入ってなくて、おしゃれと思いましたみたいな。ちょっと単調な言い方すぎたんですけど、そんなことなかったですか。はい、すごいおしゃれでね。すごいおしゃれで。はい、そして2月、はい、2月ですね、あ、うん、モーニングが電子漫画サービス、うん、ピッコマのテレビ CM ソングに決定。これすごくないですか。すごい、これはめっちゃね、嬉しかった。これすごいね、めっちゃ興奮した。見るために頑張ってすごい。モーニングかっこいいっすかね、はい、これあの、うん、レッスンの、はい、あの最後に、はいはいはい、あの呼ばれて、そうそうそう、あれだねってね、そうそう、ちょっと来てみたいな。私的にあのレッスン後だったらちょっと怒られる。あ、なるほど、ダメ出しみたいな。そしてドキドキしながら見ながら、なんか発表されて、うん、はい、だからちょっとこういう気分だったんですよ。怒られちゃうんじゃない、はい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 、こうグーンって上がって、うん、ってなりました、うん、ここで聞きました、なるよって。それどんなテンションで聞いたの。嬉しかったでしょ、もちろん。嬉しかった、私は超可愛い、すぐ家族に LINE します。そうね、あ、やっぱりそういう嬉しいことがあったら皆さん家族に、はい、連絡したりとかね。え、そのご家族のリアクションとかどんな感じなんですか。どうだった、うん、本当にみたいな、ね、嘘ついてないって疑うんだ。疑われました。あ、でもそんくらい嬉しいんだね、やっぱり皆さんのことを応援してくれてますから。あ、ちょっとね、ごめんなさいね、今ね、ちょっとカメラのカラー、はい、カラーをちょっと変更しております。あ、今ちょうどいい感じで、すいません、すいません、持って持って、持って持って、はい、はい、漏れません、ということで、はい、またすごい、いっぱい。さあ、そして、5月30日、はい、はい、5月30日、サードシングル、Follow You, Follow Me をリリースです。はい、これはミュージックビデオで初めて彼氏目線の動画、うん、はい、あの MV を撮ったんですよ。なるほどなるほど、彼氏目線ね、はい、だからみんなちょっとね、デートして、はい、何が楽しかったですか、はい、デートで、あ、やった中で、ね、はいはい、お気に入りいっぱい行ったんですよ、いっぱいあると思いますよ。ラーメン食べれました。あ、ラーメンね。私もいっぱいお菓子買ってもらって、うん、いっぱい食べました、うん、いっぱい食べた。美味しかった。何食べた、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 あ、はい、食べてみようか。タピオカ飲みました。タピオカ飲んだわ。チーズロック食べました。いっぱい食べてもらった。ちょっと皆さん一言いいですか、はい、いい加減にしろよ。あ、あれ何食べたの話じゃないんですよ、別に。はい、でもあれですよね、この頃ですよね、あのソフマップライブに出ていただいて、ちょうどこれのリリーベの時に、はい、たくさん出ていただいて、我々もこの曲はだからすごいなんか印象的でしたよ。はい、なんかね、ソフマップライブも、無観客ライブが始まった時のタイミングだったので、すごい印象的なんですよ、やっぱり。はい、
みんな食べるの好きすぎとかね。はい、あ、なんかポイントもたくさん来てます。群長さん、トゥーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしていよいよこれですね、はい、8月25、これ言っときましょう。はい、まだ未来ですね、これ。はい、はい、8月25日ファーストアルバムステップバイステップが全国リリースです。イエーイ、これはすごいですね。すごい、来ました、満を持して全国、全国リリースです。北は北海道、南は沖縄まで。はい、サンダルテレフォンが、うわー、これはちょっとテンション上がるわ。上がりますね。あ、これでオリコン入りしようと思ってます。しようしよう、絶対しよう。頑張ります。絶対しましょうよ、これはね。え、嬉しい。これはおめでとうございます。おめでとう。素晴らしい。あ、ダイヤのリング送っていただきました。ダルフォン売れちゃうって来てるよ。売れちゃうよ。これちょっと聞きたいんですけど、はい、あれダルフォンでいいんですか？サンダルテレフォンのダルフォンでいいんですか、皆さん？あ、ダルフォン。ダルフォン。ダルフォンじゃないんだ。ダルフォン。ダルフォンです。ダルフォン。確かに分かんないかもしれない。あ、ダルフォンね。ダルフォン。ダルフォンです。OK、OK、OK。叶います。はい。でも嬉しいね、こうやって皆さん応援してくれてる方が、たくさんの人に聞いてほしいとかね。はい、ベタリギルマンとかおめでとうおめでとうたくさん来てます。嬉しいね。もう間もなくです。ついにファーストアルバムってさ、はい、ね、こんな言い方をしたらなんだけどね、出せない人もいるわけですから。そうですね。ね、すごくない？だって1年で確かに恵まれてますね。なんかそんな多分1年でここまでアルバムになれるぐらい曲もらえるグループってあんまりないと思うから。しかも全部いい曲で。そうなんですよ。あのね、さっきあの1曲目、はい、違う、ファーストシングルが名曲みたいなのってたんですけど、全部名曲だよってこれね、マジであの僕もエコヒーキなしでサンダルテレフォンの曲めちゃくちゃ耳に残るんですよ。おー、で、あの結構気づいたら歌ってますよ。本当に、はい、嬉しい。ちなみに私ちょっとね、あの機械が古いんで、はい、未だに iPod を使ってるんですけど、おー、はい、あの iPod に入れましたもん、ちゃんと。嬉しい。なんか iPod って、はい、普通には携帯で今聞くよりもちょっと手間がかかるから、ね、そう嬉しい。一回パソコンに入れて、うん、そこで入れて、ね、みたいなやりましたよ。もちろん聞いてますよ。だから嬉しい。はい、めちゃくちゃ好き。やったー。さあ、そしてちょっとここも言っときましょうよ。9月20日、はい、うん、そうですね、ちょうど1ヶ月後ぐらいですね。はいはいはい、9月20日にファーストワンマンライブを六本木、はい、モーブ東京にて開催予定です。来ましたこれすごいっすね。来ました、ファースト、うん、ワンマンライブ、ここでね、初めてのね。初めてなんだよね、だから対バンとかじゃなくても本当にファースト、うん、ね、お笑いでいう単独ライブってやつですね、これ。あ、そうですね。すごいっすね。これはちょっとテンション上がるね。あります、はい、これもともとちょっと4月にやる予定で、はいはいはい、そう、開催が延期になってしまったもの、うん、そうですよね、今ね、うん、だからね、なおさらもっと気合が入ってますしね、ちょっと曲数も増えたりとかして、はい、見せれるものが増えたんじゃないかなと思ってる。これはちょっとパフォーマンス的にもね、これファンの皆さんも嬉しいんじゃない？嬉しいじゃないですか？嬉しいですか？嬉しいかな？ほら、ついにできるね、やっとできるって言ってる。やっとね、待ってて、うん、もうだって5、6、7、8、5ヶ月待ったので、うん、はい、あ、すごいいいコメント来てますよ。なんだ？爆玉あったけえなって来てますね。いいコメントなんですか？あ、どうもありがとうございます。こちらはね、でもマジで、ちょっと20日、はい、ここの配信なかったらマクタマ遊びに行きますんで。本当ですか？行きます行きます。来てくれるの？待ってます。来てくれるかなってちょっと言ってもらっていいですか？来てくれるかな。マクタマありがとうございます。たまにね、こういう自分で好きなことやりたくなるのよ。申し訳ございませんね。はい、さあ、ということでございまして、年表を見ていただきまして、皆さんのことがいろいろ分かったと思います。はい、ということで、年表セキララトークでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、一旦年表を下げていただきましょう。はい、さあ、それでは、ここからは、企画をまた別の用意させていただきました。ここからはね、ちょっとね、皆さんにもまだ言ってない企画ですよね。はい、皆さんも知らないですよね。なんですか？さあ、ということでございます。今からですね、アイドル、ミュージシャンの人はですね、やっぱり人の心を動かすのがやっぱりね、お仕事というか、そういうのをしないといけないですよね。はい、ということでございまして、表現力というのが必要になってきます。うん、とい
ということでこちらの企画を用意させていただきました、はい、サンダルテレフォン名シチュエーション選手権。さあルールを説明させていただきたいと思います、はい、今からですねメンバー一人ずつこちらがご用意させていただいたカードを引いていただきたいと思います。カードありますか？そちらにこれかちょっとまだ見ないように隠して隠して外側だけ見せてください。サンダルテレフォンカードがあるんですよ。テレフォンカードってなっちゃうね、なんかね。サンダルテレフォンカード懐かしい、ね、電話はできませんが、はい、このカード4枚用意させていただいてます。はい、これをですね今から順番決めていただいて1人ずつ引いていただきます。引いたらですねそちらに言っていただきたいセリフが一言だけ書いてます。一言だけ、一言です、ね、はい、それをですね今からカメラの前に来ていただいて321どうぞでその一言を言っていただくんですが、ただ言うだけじゃ面白くないですよね。そうですね、はい、ということでございまして、心を込めてですねそのセリフのシチュエーションを私が発表させていただきますので、そのシチュエーションに合ったその言葉を一言ポンと言っていただきたいと。なるほど、はい、一言だけで誰が一番表現力があるかというのをちょっと見たいと思いますんでね。はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、じゃあ順番ちょっと決めてください。お、どうしよう、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、そうでしょ、そうでしょ、お、最初はグー、じゃんけんぽい。さあ、今サンダルテレフォンがじゃんけんをするというくだりでございますので、ぜひご覧ください。はい、さあさあ皆さんもう3300人の方が見ていただいてます。3300人の前でジャンケンしちゃったなかなかないよ、そんなことね、はい、じゃあ一番最初誰？はい、あ、なっちゃん、なっちゃんいきましょうか。じゃあ引きたい。はい、それではなっちゃんに読んでいただく、引いていただきましょう。はい、セリフどれにしようか。はい、どうですか？もう見ていいですか？いいですよ。何見えなかった？発表してください、発表して、見せてください、はい、なんでやねん、絶対。あ、なんでやねん、歌なってくないですか。なんでやねんですね。なんでやねん、はい、シチュエーションもありますか。これめちゃくちゃいいんですよ。じゃあちょっと前に出てきていただいて、はい、はい、じゃあちょっとね、あの321どうぞって言ったり言っていただいて、そしたら BG ちょっと消してもらいましょうかBGM も消していただきましょうか。じゃあシチュエーションいますよ、はい、いいですか、シチュエーションちょっと想像してくださいね、ちゃんと、はい、これ皆さん、あの見てる皆さんがその人になったつもりでちょっと聞いていただきたいと思います。いきますよ。ずっと片思いのクラスメイト、いつもお互いふざけ合って友達みたいな関係なのに、突然彼の方から付き合おうかと言ってきて、すぐにでもうんと言いたい気持ちを抑え、ついいつもの感じで言ってしまう、なんでやねんでございます。おお、なるほど、いいでしょ、リアルでしょ、これリアルでしょ。そうだから皆さん、なっちゃんのいつも遊んでる友達の男で、なんか付き合おうかっていつもの感じで言っちゃって、でなっちゃん本当はめっちゃ嬉しいんだけど照れて言う、なんてやねんでございます、はい、さあ大丈夫でしょうか。それでは参りたいと思います。いきますよ、3、2、1どうぞ。なんでやねん、ありがとうございます、いただきましょう。はい、わ、これいいね、これいいですよ、いいですね、この照れてるのもいいのよ、ちょっと照れてる、本当に素で照れました。これは素晴らしい、なんでやねんいただきました。あ、よかった、なんかこれ来た時に、あのなんかそういうキュンキュンシチュエーションじゃないと思って、はいはいはい、でこれ私絶対これネタ枠じゃんって思って、ネタじゃないんですよ、ちゃんとしてるんですよ、実はこれ。しかもね、ちょっと関西人じゃない人があえて言うなんでやねんの良さね。あ、確かに、いや、よかったですね、トップバッターありがとうございました。さあ、じゃあ続きまして誰ですか。はい、はい、見てみましょう。はい、何でしょう。バカ、バカ、バカですよ、バカ、それで可愛い、バカね。じゃあ前に出てきてくださいね。はい、さあ、バカという、これは簡単なセリフですけども、この一言がね、どんなシチュエーションになってるんでしょうか、はい、それでは、シチュエーション発表させていただきたいと思います。ひょんなすれ違いから喧嘩になり、もう別れると飛び出した自分を追いかけてきてくれない時に言うバカですすごい難しい、難しいな。喧嘩しててね、もう別れるって言って出ちゃったんですよ。普通は追っかけてくるかなと思って待ってるんだけど、本当に追っかけてこなくて寂しい方が泣きながら言うバカでございますよ。いいですか、なるほど、いいですか、
さあ、それでは参りたいと思います。西崎さん、いきましょう。それでは参ります。3、2、1、どうぞ。バカ。ありがとうございます。いいね、いいね。なんかちょっとあの独特だったよ。無理無理、もう帰ってきちゃった。独特なバカ。無理無理無理。ああいう感じなんだね、バカっていう。なんか寂しい感じがね、なんか雨に打たれてる感じがしましたよ。雨に打たれてた。ああ、したしたした。いいですね、どんどん行きましょうか。はい、さあ続いては、はい、はい、エリです。はい、行きましょう。聞いていただいて、なんでしょう。はい、大好きだよね。お、大好きだよ、来ました。じゃちょっと前に来ていただいて。いいの、いいね。いいですね、大好きだよ。パさあ、それでは参ります。ステーションね、はい、ステーション。これちょっとね、あの非日常的なんで、あのちょっといろいろ想像して考えてくださいね。それでは行きたいと思います。仕事で忙しい私、久しぶりに家に帰ってくるとペッパーくんがいじけています。そのペッパーくんに向けて言う大好きだよでございますね。ペッパーくん、はい。あ、そうですね、はい、ペッパーくんですね。いじけ年生久しぶりに帰ってきたからね。さあ、それでは参りましょう。3、2、1、どうぞ。大好きだよ。バッチリ、いいですね。いいね、これは条件が見えたよ。いいね。箱みたいな赤くなってる。ペッパーくんに言ったのに赤くなってるの。ペッパーくんに言ってるの。ペッパーくんの気持ちが分かりましたよ、ちょっと。さあ、猫町さん行きましょうか。はい、さあ、ラストでございます。行きます。はい、おー、ありがとう。あ、これはね、いいじゃないですか。これは言いやすいでしょ。言いやすい、嬉しい、はいはい。ね、嬉しいって言ってますけど、シチュエーション考えてくださいよ、ちゃんとね。え、なんですか。さあ、それではシチュエーションの発表でございます。いきますよ。風邪をひいた私のために一生懸命看病してくれた彼、少し楽になって起きたら横のソファーで疲れ切って寝ている彼を発見、うんうん、その彼にそっと毛布をかけながら言うありがとう。これいいでしょう。いいです。これ絶対半分起きてますからね、彼も。半分起きてるから、半分起きて、あ、ね、はい、こうそっとかける、疲れたんだねっていう感じで、はい、さあ、それでは参りたいと思います。3、2、1、どうぞ。ありがとう。いただきました。ブリックスタ、めっちゃいいね、これ。めっちゃいいじゃん。さあ、これね、皆さんアーカイブで見るときは毛布用意していただいて、自分でかけて今のやつをいただくというね、体験していただきたいと思います。さあ、皆さん素晴らしかったです。ありがとうございました。ということで、サンダルテレフォンベースステーション選手権でございました。さあ、それではですね、ここでサンダルテレフォンの皆さんからお知らせでございます。はい、はい、それではサンダルテレフォンからお知らせです。はい、よろしくお願いします。はい、もうね、発売、先ほどね、ファーストミニアルバムの発売が迫ってきたということで、はいはい、私たち の, その CD を、うん、あ、ミニアルバムの CD を、はい、の指定の店頭で予約していただくとついてくる特典物を皆さんに、紹介しちゃいたいと思います。よっしゃー。え、 CD あるの、もしかして。あ、こちらになんとお持ってありました。おおお、まあ、発売前でしょ、だってそれ発売前です。わわわわ、すごいすごい、はい、初めてミスターズ原品を、はい、他の方たちに見えます。皆さん、めっちゃ可愛いんすよ、これ。こんな感じです。 A、B、C。 あ、3種類あるんだ。そうですね、はい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 、こんな感じです。皆さんの写真と、あとイラストだ。これめっちゃ可愛いよね、このイラスト。ほら、後ろもチラ、後ろチラやっていただけるんですね。ありがとうございます。上がるできてる。うん、ゲップ付きだなってきてますよ。おお、そうです。あ、特典物の方も初めて皆さんに、はい、あのお見せするので、はいはいはい、ちょっと紹介してください。はい、はい、これはね、あの特典物じゃないんですけど、はいはい、今出てる、はい、これは店頭展示用でして、はい、あのお店とかに飾られてる、お店に飾ってるポスターが、B2版の、はいはいはい、ポスターです。うんうんうん、もしかしたらみんなも何かしらでゲットできちゃう可能性があるかもしれないですね。そうなんだ、はい、基本的には非売品ってことだね。そう、基本的には非売品ですね。はい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 、はい、そして次からが、購入者特典ですね、うん、はい、はい、こちらおポスター、メンバージャケットのこちらが A2 サイズですね、A2、うん、
ですね、はい、もう一個イラストの方ナジュコさんに描いていただいた、これすごい可愛い、おしゃれ、こちらのポスターが B3 サイズです、ね、はい、ちょっとこっちもちっちゃい、はい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 、はい、いいね、これ2つ飾ったらいいね、こちらがポスターの、みんながもらえるポスターのサイズとなってます、はい、はい、はい、そして次いきます、はい、そして、次はクリアファイルです、はい、こちらもクリアファイルの、これがメンバーの、おいいね、はい、これは A4 サイズです、おすごいすごい、あ、逆、横だね、横、なんか、あ、いいですね、西脇さん、いいタイプ、いいタイプ流れてますよ、うん、裏はこんな感じだよ、うん、そこ見せなくていいんじゃないかな、別に、うん、何やってんの、本当に、うん、わかんなくなっちゃう、大丈夫だ、今大丈夫よ、今そこまでで大丈夫、はい、こんな感じです、これついてくるんだ、これももらえちゃいます、これいいな、おしゃれ、みんなおしゃれって言ってる、ね、大事な資料ね、笑ってる、ちょっと、ちょっと何が面白かったかな、最高です、最高です、西脇、さすが西脇、西脇やっぱ西脇が上手ですか、うん、あ、おしゃれできてる、おしゃれできてる、仕事とか学校で使ってほしい、そうね、いいですね、はい、はい、そしてじゃあ次の特典物、はい、うん、缶バッジですね、缶バッジ、はい、こちらはなんとメンバー個人の、とうとう缶バッジが出るようになりましたか、YouTuber です、あ、いいですね、YouTuber、 今日はマスカラこれ使ってますみたいですね、そうです、はい、はい、これがメンバー個別写真で4種類あります、はい、なし、はいはい、ランダムですね、あ、ランダムなんだ、うわ、これは集め買いがあるね、ランダムを、はい、ちょっとみんな4種類集めるまでちょっと、うん、そうですね、挑戦してほしい、あ、こっちいいねってきてる、お、いいですよ、うん、舞ちゃん、何にして使いたいの、板バッグにしたい、なるほど、なるほど、サンダルテレフォンのファンっていかにも分かるような、はい、あ、いいですね、いいですね、そして、次、はい、最後かな、あ、もう、うん、はい、こちらが私たちのグループロゴと業界のサンダルテレフォン、これいいよね、可愛いです、これいろんなとこに貼れるもんね、そうです、うん、これなんかあのパッと見た感じ四角に見えるんですけど、ちゃんと形になって貼れる、あ、なるほどなるほど、ここからペランって、あ、ほんとだ、ちょっと結構貼りやすいですね、うん、貼っちゃっていいって貼っちゃうぞ、贅沢な、これ貼っていい、贅沢な使い方、どこがいい、ちょっとせっかくだからまぶたものおでこに貼ってるじゃん、せっかくだから巨人になります、おでこに、うん、おぉ、テンション上がるねこれありがとうございます、いい、ね、やったこれ、そう、こんな感じになってるので、今日はずっとこれでいこうじゃん、いろんなとこに貼ってほしい、今日ずっとこれでいけるね、これ買ったらこれついてくるの、そうです、こんなあるんですよ、嬉しい、だからみんなね、ちょっといっぱいあるので、はい、全集めてほしいです、はい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 、はい、そして、はい、ここで私たちの、この企画なんですけれど、はい、B 版、さっきね、ちょっと見せたんですけど、はい、そっちが、線画、はい、モノクロ線画になって、うん、イラストちょっと気になったんですよ、それ、はい、うん、でこれはなんと塗り絵コンテストを開催します、何その斬新な企画、はい、これは、ね、みんなにファンの方に可愛く、ね、塗り絵をしてもらって、おこちら私たちがその中でいいなって思ったのを抽選なんて4人選ばせていただいて、なるほど、メンバーの皆さんが塗り絵してくださったやつを見て選ぶんだ、はい、そうです、面白い、それをみんなに8月25日発売日から9月13日まで応募期間受け付けていきます、はい、そして、なんと当たった方には、うん、B2 の、うん、これ全員サイン入りポスターをプレゼントします、なるほど、しかもサインを入れて、はい、サインを入れて、ここでゲットできちゃいます、サンダルテレフォンの、ね、ファンの皆さんはもう色彩感覚たっぷりですから、いや、そうだと、あ、ちょっと期待してますよ、いいで、楽しみ、なんとこの、ね、抽選者の発表をですね、9月8日に開催するワンマンライブにて発表したいと思います、あ、なるほど、なるほど、あ、そこで発表するんだ、そこで発表しちゃいます、面白い、はい、なので皆さんどしどし参加してください、僕様、ね、だったら多分全部青でなっちゃうかな、それはもう青くんからだ、はい、ね、ね、私選びますね、優しいね、青くんした、さあそして、はい、そしてもう一つね、はい、この A から C の3形態を
3枚同時購入していただくと、その店頭でね、購入していただくと応募はがきをその場でお渡しします。はいはいはい。でこちらを、送って応募していただくとメンバー指定でニックネーム入りのメッセージ動画をプレゼントしちゃいます。そんな豪華なことできるの？あとこれは、皆さん応募してくれた方全員、やっちゃいます。これさ、こんないつこんな時代が来ると思ってました？CD さ、全部同じ、ね、種類買ったら、ね、動画がついてくるの？しかも名前、名前言ってくれるの？これ名前言っちゃいます。嘘でしょ。どんな時代なのよ。どんな時代なのよ。すごいね。ありがとうございます、はい、こちらは8月25日から9月13日まで、はいはいはい、うん、13日まで受け付けています。はい。あ、ちなみになんかあれなんでしょう、今回のその店舗さんによって特典物が、はい、あ、そうなんですということで、一覧表がちょっとあるということなので、はい、ありますか？見えないかな、はい、裏に。でちょっとこれ前に出てきてもらって、ちょっとすごいちっちゃいんですよ。でこれちょっと、はい、気になる方はちょっと今スクショしてください。そう、スクリーンショット、はい、スクリーンショット。はちゃんはちゃんいける？すごいちっちゃいね。これ、あ、分かった。縦にした方がいいかも。そう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 。なるほど。そうやってちょっと光の反射の加減もちょいアップでいけるかな？うん。これまたあれだよね。多分皆さんのなんかツイッターとかであれなのかな？これを載せたりするのかな？もしかしたらね。僕誰と喋ってんだろう今。喋って載せるんだよね、うん、これ載せますね。載せるね。はい、ちょっと最初店舗がね、いろいろあるんで、ちょっと今ちょっと分かりづらかった方もいらっしゃると思うんで、ちょっとまた後で、はい、どこかしらでチェックできると思うので、はい、あ、面白い。 PDF でくださいとか言ってます。PDF が距離が近い、ね、はいはいはい。あかねちゃん楽しそうで来てますよ。どうしました？あかねちゃんはですね、これ見せてた時に、はい、ちょっと上の2人のね、頭ここからなんか、はい、上だけ映っちゃって、顔出てるみたいになって。あ、なるほど。それがちょっと面白かったということで。面白くなっちゃいましたね。びっくりするね。幸せですね、本当に。本当いいですね。めちゃくちゃ楽しそうじゃないですか。はい。はい、こんな感じです。ということでございました。ありがとうございました。はい、さあ、それではですね、この後実はですね、いつもやってるそのままプライベートあるじゃないですか。はい、この後、45分から、同時スタートするんですよ。お、はい、でそちらの方でも皆さんぜひ見ていただきたいと思います、はい、上に URL が今載ってるかな、載ってますね、はい、こちらタップしていただきましたら、そう、40分からだったら今ちょっと不対なんですけど、45分からこちらでそのまま見れますので、はい、よかったらぜひチェックして見ていただきたいと思います。そして今日は45分で同時配信の時にさっき言った重大発表、はい、させていただこうと。なんだなんだ。思っております。楽しみ。で今日重大発表ともう一つ初公開のものがあるんですよね。はい。はい。なんと私たちのファーストミニアルバムの兄弟曲のステップバイステップのミュージックビデオを初公開いたします。イエーイ。さあこのねステップバイステップのミュージックビデオ初公開は19時からソフマップライブに来てくれたら見れますんで。お、はい。はい、食べます。そうです。で今ここでやってるこのチャンネルは19時までとなってます。はい、はい、そして、45分から、ソフマップ ライブの方が始まるんで、そちらはまたね無観客ライブもこの後やっていただくということなんで、うん、MV 見た後に無観客ライブという最高の、もう最高じゃないですか。前半はこんなに面白いバラエティやっていただいて、こんなに面白い、ちょっとサンダルデリフォンの皆さん面白いですね。本当にトークもできるじゃないですか。あ、ティアラを送っていただきました。ありがとうございます。はい、さあということでございまして、じゃあ一旦ですねこちらのソフマプラインライブさんの方の先ほど言いましたチェキ3名様、おおお、こちらの応援ポイントの締め切りをさせていただきたいと思いますので、皆さん10秒前からカウントダウンお願いします。はい、せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。カン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 。お、ナイスさん、ありがとうございます。ちょっとタイムラグがあるんでちょっと集計しますね。少々お待ちくださいね。はい、さあということで、じゃあ上位3名様を発表させていただきたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、今からチェキを取らせていただいて、そちらに名前とサイン書いて送らせていただきたいと思います。
それでは発表させていただきたいと思います。はい、はい、第1位ダンダン、トモ犬さん。お、トモ犬さん、トモ犬さん、トモ犬さん、おめでとうございます。ありがとう。そして第2位はドゥさん、おめでとうございます。おめでとう。そして第3位はエノフェンさん、おめでとうございます。さあ、今名前を呼ばれた方、こちらの方をチェックしていただきたいと思います。ちょっと前に出てきてもらいましょうかね。ちょっと見えづらいので、はい、はい、はい、これ今名前を呼ばれた方、はい、こちらの、ね、スクショをお願いします。 LINE ライブアプリでライブアイドル芸能人チャンネルをフォローしていただいて、ライブアプリの設定メニューページ内のプッシュ通知の受信をオンにして、はい、LINE ライブ公式ツイッターもフォローしてください。はい、 LINE ライブアプリ内の通知からご連絡いたします。はい、皆さん大丈夫かな、大丈夫かな、はい、じゃもうちょっとアップにしてこれスクショとかにしておいてね、皆さんしていただきたいと、はい、あ、スクショ撮っていただきました、ありがとうございます。あ、わかりやすい、はい、ありがとうございます。さあ、ということで3名の方おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、ということでございまして、あと2分したら、お、はい、あのソフマップライブでも配信始まります。おで、あのこちらの今のアイドルチャンネルさんの方ではこう縦配信じゃないですか、はい、通常通りソフマップライブでは横配信でまたちょっと違う感じが楽しめますので、皆さんそのままね、この後は上のところからタップしていただいて移動お願いします。でね、ちょっとソフマップライブの方はテロップとかも入るんですよ、ちゃんとね。おお、うん、豪華、いいですね、ちょっとまた違うんでそちらの方も楽しんでいただけると、はい、はい、よろしくお願いします。あ、メイさんやったーって来てますね。ありがとうございます。あ、あと1分です。あと1分で始まる。あ、席取ってありますか。チェキ取れます？あ、取っちゃいましょうか。じゃあ今取っちゃいましょう。目の前。そうだ。あ、これいいね。今取っちゃうっていうのがリアル。じゃあ3枚取りましょう。3枚。はい。はい。じゃあまず、ともいぬさんね。はい、いきます。はい。はい、チーズ。はい。かちゃん。じゃあ続きまして、ドゥさん。これが入るよ。はい。いきます。はい、チーズ。いいね。エノデンさん。はい、エノデン。みんな決め顔してる。いきます。これリアルね、この席取ってるところを踊るっていうのはね。いいですね。はい、ということでありがとうございます。じゃあ後ほどサイン書かせていただきまして、送らせていただきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、それではいよいよ、ソフマップライブの方もスタートしますんで、5秒前から、じゃあまた挨拶からいきますよ、改めてね。はいはい、じゃあ引き続きこのまま見ていただいてもいいんですが、19時で終わってしまいますので ね、皆さんよかったら上のところからタップしてソフマップライブの方に見に来ていただきたいと思います、はい、それでは5秒前からいきます。 GO!4!3!2!1! 来ましたー、ソフマップライブ。さあ、ということでここからご覧の皆さんも改めましてこんばんは。今回ね、MC を務めさせていただいております、私、謎の卵、マプタマです。よろしくお願いいたします。頭ついてます、頭ついてます。今日はさあ、そしてゲストはこの方たちです。はい、私たちサンダルテレフォンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、今ですね、アイドルチャンネル、アイドルチャンネルの方はね、うわ、すごい、もう4500人の方が見ていただいております。ありがとうございます。はい、そしてソフマップライブの方もね、配信スタートしましたんで、皆さんありがとうございます。あ、もうこちらも100人近くの方がこっちに来ていただいております。ありがとうございます。さあ、ということで今ね、同時配信してるんで、はい、ここでお待たせいたしました。サンダルテレフォンからの充電発表があるということでございますので、お待ちかねですね。お待ちかねでございます。さあ、それでは重大発表の、なんかあれですね、運営さんからちょっとお渡しするということで、はい、お、来ました、はい、来ました、おお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 、いいっすね。めっちゃ重大ってことです。すごい、手書きで、手書きで重大発表。重大がね、すごい重大すぎて発表がちっちゃくなってきた。そうなんですよ、はい、重大感がすごいね。さあ来てます、さあさあ来てますよ。ドキ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 。さあ、
じゃあそれちょっと発表してください。お願いします。はい、なんだろう。いきます。お、大きいのか。大きいね。お、なんだ。お、はい、ここで重大発表いきます。はい、ついに、うん、サンダルテレホン初のオフィシャルファンクラブダルファンを開設します。イエーイ。なるほど、すごい。ファンクラブを開設します。なんとですね、もう早速本日の19時より会員募集をスタートします。え、この後すぐじゃん。そうです、もうすぐです。すごい。なんとここだけ、これここでは会員だけの特別な特典や、うん、ここでしか見ることができないコンテンツ、うん、さらにメンバーも登場してみんなと盛り上がれる機能などね、うん、盛りだくさんの内容で楽しめるみんなのコミュニティです。はい、ダルファン限定の、ダルファンっていうんだね。そうです、ダルファンです。ダルファン、おお、すごいいいね。ダルファン限定の写真や動画、ボイスや生配信とかもね、はい、やっていきたいなって思ってます。すごい。そしてですね、9月20日、うん、ワンマンかな、ワンマンの日まで入会した方全員に推しメンが起こす目覚まし道具がプレゼントされるキャンペーンを実施します。最高。私たちも始めました。最高。起こさなきゃ。起こさなきゃ。起こしてよ、ちゃんと。はい、寸前の人起きないだろうな、多分な。詳しくはファンクラブ入会ページ URL またはオフィシャルツイッターをぜひチェックしてください。これ今ソーマプライブの方では上に流れてます、URL が。なんで皆さんこれタップして、19時になったらこれだから開始するってことでしょ、募集を。そうです、そうです。もう、はい、もうページはできてますんで、皆さんよかったらね、はい、ぜひ。最高じゃん、できてますよ。わー、みんなすごい、うん、目覚まし動画欲しい。欲しい。推しメンに起こされちゃう。起こしちゃうよ。なんだそれ、欲しすぎるってきてます。いや、まさか。最高じゃん。結構今までも10年発表とか言ってエゴサーチとかするんですけど、うん、はいはいはい、その時にちょっとなんか当てられちゃったりとか、うん、あ、ちょっと近いなって言ったりするんですけど、うん、今回は全く誰も予想したの見なかったので、うん、ちょっとみんなびっくりしたんじゃないかな、はい、なるほど。これ皆さんね、結構コメントでもドキ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 してますよ。想像の斜め上だわ。おー、やっぱり。おー、はい、あ、ファンクラブだとは思わなかった、想像つかなかったって。はい、なんと今ここでちょっとそのダルファンのロゴ、はい、え、そうなんが来ました。おーおーおー、じゃあ公開したいと思います。せーの、じゃーん。おー、見えるかな、手書き。あ、見えてない。あ、ちょっと見えてないね。ちょっと見えてないね。そう、ちょっと反射しちゃってるかな、うん、反射してる。ちょっとね、斜め、そうそう、斜めにしてもらったら。あ、いけたいけた、ほらほら、オフィシャルファンクラブダル。え、これみんなで書いたの？そうです、みんなで書きました。あー、すごい。このなんか幼稚園児が書いた風にしたかったらしくて、みんな左手で書きました、うん、くれよって。そんなこと言って右で書いてもこんな感じでしょ。違います。すごく綺麗ですよ。本当ですか？本当に可愛いでしょ。可愛いでしょ。左で書いたんだ。左で書きました。うん、でもこれ味があっていいね、うん、そうなんですよ。可愛い。いいね。いいじゃないですか。わーい。面白い。嬉しい。うん、これはあえてなのってきてますね。この、うん、このあえて、あ、そのロゴの T シャツ欲しいって来てるよ。欲しい。確かに、確かにね。え、でもこれ確かに T シャツのロゴでバンって入ってたらおしゃれ、うん、だってカラフルだもん。あの、まあ、おじゃあ、あのブランド設立目指して目指していきましょう。どう考えてるんですか、そんなやらしいことまで。やらしい。うん、あ、でも入会特典で T シャツ欲しいとかね。だからゆくゆくはそういうのあっても面白いかもね。確かに。うん、そっか、だからダルファンに皆さん入ったら、またそういういろんな意見とかもね、あったりして。あ、聞けていい、ね、面白いですよね。いいね。あ、でもネーミング素晴らしいって。おお、ダルファン。ちょっとダルファンとかかっててね、かわいい。だから今度からファンの皆さんのことはダルファン。あ、そういうみたい。ってことだよね。通称、ここで決まりました。通称ダルファンってことだよね。え、めっちゃ欲しかったんです、そういうファンの方に。じゃあみんなダルファンだ。ダルファンですね。やったー。これは嬉しいよ。いいっすね。決まり。すいません。あれ、肩にしましたんすか？違います。またですよね。なんでですか？ダメだよ。なんでまたですよね。違います。
また変なことしてますよね。何もしてないさあ、今のところまだ、19時までね、あのアイドルチャンネルの方もご覧いただいてますんで、ちょっとね、普段のソフマップライブっていうのをね紹介させていただこうかなって思っております。普段のね、このソフマップライブはいろんなね、アイドルさんやグラビアさんや、アニメ、e スポーツなど全てのねコンテンツを配信してる、総合なソフマップの番組となっております。もうサンダルテレフォンさんは何回ぐらいかな、結構出ていただいてますよね。はい、2桁2桁行ってる。2桁だ。すごい行ってますよ。本当にでも2桁ぐらい行ってるかもね。行ってるかな。うん、行ってる行ってる。でね、今日ね、ちょっとね、あのサンダルテレフォンさんとしては初の試みがあるんですよ。はい、今日実はこの後ね、ライブやっていただくんですが、はいはい、ライブの後ですね。だからライブの後特典会とか普段やるんですけど、はい、ライブ終わったらそのままなんとオンラインハイタッチ会をさせていただきます。オンラインハイタッチ会初めての試みは。そうそうなんです。なので、ちょ皆さん、画面の前でハイタッチの準備しておいてください。あ、はい、もうやったやった、はい、そうです、手の準備、そして手の準備、ちょっとね、手も一応除菌していただいて、そう、今ちょっとでもハイタッチできないじゃん。そうなんです、エアーとかでもできないから、ちょっと皆さんにね、ちょっとなるべく皆さん目線でやりたいと思いますんで。わー、素敵。はい、だからライブの後も皆さんそちらね、ぜひ楽しんでいただきたいと、はい、はい、思いますんで、よろしくお願いいたします。さあ、ということで皆さん、トークショーはもうちょっとになりますが、いかがでございましたか。あっという間、なんか楽しかったですね。うん、なんだこの、はい、初めて盾でやったので、うん、はい、ちょっと LINE ライブって盾のイメージがすごいあったので、はいはいはい、ちょっと LINE ライブしちゃったねって感じになってます。あ、 LINE ライブしちゃったねって感じで、はい、この方がなんか距離が近く感じますね。そうそうそう、うん、で、あの LINE ライブご覧の皆さん、もうね、この配信がもうそろそろ終わるんで、そのまま上の URL タップしたら、そのままこっちで、そのまま続きのチャンネル行きますんで、はい、続きのチャンネル行きます。はい、別になんかめんどくさいことないです押すだけです。押すだけでなんとカメラの画角が変わります。はい、ということで、はい、そういうの楽しんでいただきたいんで、皆さんぜひぜひこの後ね、だから今からあんだけちょっとね、いろいろ面白いあのセリフを言っていただいたサンダルテレフォンの皆さんが表現力バッチリでしたんで、ライブも行っていただくと、はい、そして19時からはなんと、はい、こっちのね、ちゃんとタッチしていただければ、はい、ソフマップライブのチャンネルの方で、はい、ステップバイステップのミュージックビデオも公開します。そうなんです。これはだからちょっとソフマップライブに来ないと見れないんで、はい、はい、そのままね、無観客ライブとオンライン特典会の方もこちらでやるので、そうです、ぜひご覧ください。そうなんです、もう7時からだから、もう早く参加かないとすぐ始まっちゃうので、はい、そうだね。はい、そしてですね、今回もですね、あのオンライン特典会ということでございまして、チアプレさんの方から対象商品をご購入いただくと、はい、オンライン特典会で、ね、名前呼びながらサイン書いたりとか、いろいろそういうのもありますので、皆さんね、ぜひぜひそちらの方もご購入いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたしますね。待ってます。え、ちなみにあれなの、あのこの MV はここでしか今見れない。今そう、うん、ここでしか見れないんですけど、はい、はいはい、なんと8時に私たちの公式 YouTube チャンネルでもうすぐ公開しちゃいます。おお、そうですか。あ、でも一足先には見れます、ね、じゃあ一番最初はここで初公開だ。そうです。いいですね。マスターくんのためだよ。え、本当ですか。コビ売るね。ありがとうございます。マジですか。すげえコビ売ってくるじゃないですかねえ、また次のスケジュールちょっと聞いておかないといけないですね、これはね。はい、ありがとう。うわ、ワイターできてますよ。ワイター、そうなんです。うん、ありがとう。あ、エルズさん、またキャンディありがとうございます。あ、そうです。ソフマップライブの方でもいつも通りですね、うん、あの動画のプレゼントの方も行っておりますんでね、引き続き応援ポイントの応援の方もね、ぜひぜひ参加よろしくお願いいたします。コメントもしてね。でもさ、皆さんさ、こんなにトークしてさ、はい、このままもうすぐライブ行くんでしょ。そうですよ。タフっすね。タフっすね。大丈夫、なんかそのアイドルさんって分かんないですよ、うん、なんか皆さんがね、あの思ってる裏の顔があるんじゃないかとかね、ちょっとあのライブ終わったらどうしたみたいな感じなのかなとか、いろいろ思ってますけども、大丈夫ですか、そこら辺は。裏でもアイドルですから、はい、そのまま、確かにね、確かにそのまんま特に西垣さん、そのまんまそのまんまです。さあ、今日のちょっとライブのじゃ見どころを最後に皆さん教えていただきたいと思います。皆さんがこの後ちょっとね楽しみにするような見どころを教えてください。見どころ、はい、ですね、まあ私たちのね、うん、
今回ちょっといつもより多分ちょっと多めに曲を披露するかもしれないので、うん、あと全部まあいい曲ですし、うん、結構今日はあの盛り上がってみんなの頭に残るような曲をたくさん持ってきたので、はい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 、聞いていただければちょっとサンダルテレフォンの、ねうん、曲をまたこの後聴きたくなっちゃうんじゃないですかね。おー、なるほどなるほど、いいですね。はい、そんな感じで楽しみにしててください。楽しみにしててください。さあ今ね、こちらソフトプライブの方には、230名の方がね見に来ていただいております。ありがとうございます。ちょっとねさ、最初の方の方もうちょっとねこっちに来ていただきたいと思います、ね、あのこの後本当に MV も公開でライブも公開なんで、はい、後ろ上タップするだけなんでね、見てください。別に怪しいサイトに飛ぶわけじゃないんでね皆さんね、詐欺じゃない、詐欺じゃない、僕のキャンペーン中ね、はいはいはい、安心安心よ。初めての方もぜひ見に来てほしいなと思います、はい、あと少しだ、あと少し、あと2分、あと2分、あと2分です、ディズニーです、あと2分です。私見たい、ライブも見れちゃうからね、うん、特典会とかも参加してくれたら嬉しいです。そうですね、特典会もやっぱね、あの皆さんね、やっぱあの特典会もなんて最初はさちょっと慣れなかったじゃん、あの、オンライン特典会っていうのね、最初ちょっとね、あの皆さんそれではサイン書いていきまーすって言ってね、本当に全員書き出して何も喋れないみたいなのが、顔になってるみたいな、黒くないみたいな、そう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 、ちょっとありましたけども、だんだん慣れてきたよね、だんだんですね、だんだんね、はい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 、初めてやったのも、ソフマップですね、あ、そうなんですか、そうです、そうか、だから本当に初めてやって緊張してたんですけど、はい、ちょっとずつね、いっぱいやらせてもらって、はいはいはい、だんだん慣れてきたので、うん、今日もうまく会話できたかな配信の方なんで笑いながら言ってるんですか、できたかな、なんで笑いながら言ってるのそれ、ああできました、できました、おお自信満々本当ですか、藤井さんがさっきから全然喋ってないですけど、本当ですか、大丈夫、大丈夫、ちょっと休憩してなかった、ちょっとはい、さあということでございまして、まもなく、こちらのアイドルチャンネルの方が終了となりますので、はいはい、ぜひ皆さん上でタップしていただいて、そのままソフマップライブの方に来ていただきたいと思います。じゃあ一旦ちょっとここで、アイドルチャンネルはさようならさせていただきたいと思いますので、皆さん引き続きそのままソフマップライブの方に来ていただきたいと思います。はい、はい、ということで、じゃあ最後に一言、はい、じゃあここでちょっと MV のふりをして、はい、MV ね、ちょっとまた後に行きたいと思います。ちょっと急遽変更でございます、はい、はい、申し訳ございません、なるほど、はい、じゃあ今日はね、はい、じゃあ行きます、今日はね、それではここまでです、うん、アイドルチャンネル、引き続きソフマップのライブの方でお会いしましょう、バイバーイ、ありがとうございました、ありがとうございました、上タップお願いします、上タップお願いします、またね。